ちさとちゃん、懺悔をどうぞ。夜、勝手にナギーの食べ物を食べてしまいました。笑っちゃったよ。笑っちゃった。今真剣に言うとこだったのに笑っちゃったよ。やめて。真剣に言えてなかったね、本人がね。今、はい、早かったです。BFM オンパチ。それでは今夜のみんなとのオンパチデートのお相手ご紹介しましょう。はっきり言ってオンパチビーキ。キュートオンパチ班のこのお二人、お疲れライス。お疲れライス。自己紹介お願いします。はい、18歳の岡井千里です。17歳の萩原舞です。お願いします。お願いします。さあ、懺悔から入りましたけれども、はい、千里ちゃん。はい、そうなんです。勝手にナッキーの食べ物食べちゃって、はい、しかもナッキーが超楽しみにしてた飲み物ですよ。あ、飲み物なんだ。やっぱそうやってナッキーの味方するんだ。あのですね、どうしたの？あの私、うん、あの私、はい、あの夜に好きなものを、はい、あの食べてから寝るって決めてるんですよ。そんな習慣がございますので、はい、あの必ずそういうことを、はい、あの食べないで寝てしまうと、はい、あの夜甘いものをたくさん食べてしまうので、なので、あの好きなものを食べて寝るとこう多分精神的に落ち着くかなと思って。なるほど、自分のねモチベーション上げるためにも、はいはいはい、その日でもちょっと昼前に食べ過ぎたんで、うん、抑えたらやっちまいました。食べちゃったんだ。食べちゃいました。しかも投げ捨ててたんですよ。どういうこと？飲み物を、うん、床に投げ捨ててたんです。飲んだ後に、はい、なんかヨーグルトみたいな、バナナとイチゴのヨーグルトみたいなやつだったんですけど、うん、まず味すら覚えてないんですけど、ベッドの下に、なんていうんですか、食べ終わったものを投げ捨てたみたいで。さとちゃん、人としてやってはいけないことがあるんだよ。やってはいけないことしました。さとちゃん、ダメだよ。ダメですね。ダメですよ。でもさ、ダイエット成功したって聞いたよ。そうなんですけど、細いけどね。細いね、随分と、はい、いやシュッとまたナイスバディになりましたな。やだ。本当本当。いやでもあれなんですよ、やっぱそういうことが、続いて、そうですね、徐々にまた戻りつつあるので、意識してないとなっていう状態ですね。そうだよね。そうです。だって夜食べるの、うん、その自分の好きなもの一つ食べるのやめただけで、うん、もうちょっと体重が減るんじゃないかって考えたら、そうやめちゃったら、うん、またそういうことを続けてしまってるので、うん、ちょっと気をつけたいです。そう、でもね、今日せっかく懺悔したからさ、はい、次からは気をつけましょうね。気をつけます。いや、やれなこれな。はい。さあ、そして千里ちゃんといえばもう一つ、はい、この話がしたかったんです。チームおかい。はい、ね、この歌ですね、はい、モーニング娘。のブレインストーミングをキュートのオフィシャル YouTube でカバーしていましたね、はい、チームおかいのダンス力がもうすごすぎちゃって、はい、いや、もうモーニング娘。に負けてない自信ありますね。てかこれはすごいです。すっごい気合入ってる。ね、なんかキュートのリハーサルのダンスレッスンの時より気合入ってますよ。ちょっと待って。本当？それはやっぱりそうやってちょっと潰されてきてる、まいちゃん。なんか公開喧嘩？公開喧嘩してるの？びっくりしました。めっちゃちょっとダンスうまと思った。激しかったよね。はい、でもこれやろうって思ったきっかけっていうのは？はでも、スタッフさんにどうやってみないって言われて、あ、やりますって言ってやったんですけど。そんなポップなところから始まった。結構ポップな感じで始まった。やるみたいな。はい、ただでもなんか自分が思っていた以上に楽しくて、うんうん、今はなんか26万回再生いってるみたいなので、うん、とてもいろんな方にやった、見ていただいてるみたいで、うん、嬉しいです。いや、でも何がすごいって、普段は違うグループのメンバーが集まって、はい、あのクオリティってやっぱすごいな。そうですよ、うん、はい、正直言わせていただきますけど、はい、モーニング娘。は何日間も練習してのあれじゃないですか。私たちチームおかえは1日しか練習してないですからね。ちょっと待って、おかえちゃん、私それ何にも言えねえわ。ハロプロビーキの私なんだから、はい、何にも言えないでしょ。それ悪いですけど、でもそうなの で負けてないです、うん、あの凄さは本当に分かります。すごい伝わってますからね。はい、で一方まいちゃんはというと、はい、先日私は天才コンビで、はい、さきちゃんと一緒にディズニーシーに行って絶好調。絶好調。出た。マイちゃんでも笑ってるけど、正直あれでしょ、さきちゃんと自分は天才ってやっぱ思ってるでしょ。いや、思ってないですね。思ってるでしょ。思ってないんですけど、2人ともって天才だと思って。いや、でも、うん、昨日は天才なぐらい騒ぎました、うん、昨日何か楽しいことがあったの？昨日、ディズニーシーに行ってきたんですよ。そっかね、うん、それでもうずっと行きたいって言ってて、だからさっき言ってたんですよ。
なるほどね、はい、最近おかえちゃんとまいちゃんが仲がいいと。でもなんか話聞いたらおかえちゃんがなんか昨日浮気されましたみたいな。誘われてもないですね。え、誘われてもないの？誘われてもない。違うじゃん。おかえちゃんそれやばいよ。そういうこと言うじゃないですか。それやばいよ。そういうこと言うじゃないですか。うんうん、どうしたまいちゃん。さすが全くなんか千里となんか千里はあんまりなんかディズニーファンではなくてあまり。おお、頑張って言い訳始めたね。だから冷めてるからそこらへん。いや言うてもですよ、何週間か前にはあそこもディズニーランドに行きたい気分だなとか言ったりとかしてたのに、まずその前の日二人でうわマジ明日楽しみだとか言って二人で話してるから、あ全く誘われないなこりゃと思って。言えばいいじゃない。そう、いでもそこまでして省きたかったらそんなことしてないですよ。どんだけ前の思考なんだよ。どうせ私はみたいな。いやいやいや、でもまあちょっとディズニーとか、うんうん、あの普段好きってあんまり私言ってなかったので、うんうん、こう大好きだって特にこの二人が言ってるので、あ、まあ、伝わってなかったんだね。そうです。でも大丈夫です、この後一緒に飲み物買いに行くんです。まず飲み物愛は深まります。昨日の一日は取り戻しますよ。心配なんて私今日の夜眠れないの。あの二人今日大丈夫だったから。ね、そんな本当は仲のいいキュートなんですが、はい、そんなキュート4月3日にリリースしたニューシングルといえば21枚目のシングルクレイジー完全な大人です。はい、さあではこのニューシングルに2人がキャッチコピーをつけるとしたらどうなるでしょうか。千里ちゃんからどうぞ。エロかっこいい、ちょちょっていい。え、何ですか今の。何ですか。あれ、特に何も。まいちゃん、キュートのニューシングル、クレイジー完全な大人にキャッチコピーをつけるとしたらどうなりますか。セクシーで今しか出せない歌、超で超しか超せ、超どういうことですか。どういうことですか。あれ、なんだろう。ダメだよ、本人が分かってないんだもん、どういうこと。確かに、確かに。さあ、でもこれ確かに聞いてびっくりしました。はい、超セクシーなナンバーですね今回。そうです、激しい。うん、まあなんかあのセクシーといえば、はい、キスミ愛してるも結構似たような衣装で、はいはい、うん、まあちょっと全然系統は違うんですけど、まあ出してる部分とかは同じ感じなんですけど、うん、やっぱ年齢を重ねたからかどうかわからないんですけど、うん、セクシーな感じがちょっと違う感じになってて。いや、そうですよ。あの、はい、つんくさんもね、前作この街からさらなる大人っぽさ追求ですと、はい、おっしゃってるんですよ。そうなんですよ。お二人どうですか、この歌詞をどう思いますか。歌詞かっこいい。かっこいいし、うん、なんか自分もなんか少し共感する部分がなんかありますね。はい、なんか確かに、はい、私 A メロのあの問いかけるところ、はい、歌詞がすごく好きで。わかります、わかります。なんか誰にも答えがわからない感じが、あえてこう答えがない感じがかっこよくて、みんなが ね思ってることだろうなって思いますね。はい、でつんくさんもコメントでこうおっしゃってるんですが、実際この曲にはたくさんのメッセージを詰め込みました。平等の難しさやポジティブに生きる心の置き方、言葉が発達していった意味や人それぞれに生き方があって、でこういう強いメッセージを歌えるのは今ハロープロジェクトの中でもキュートだけだと思います。すごい嬉しいですよ。嬉しいですね。キュートだけだと、あのつんくさんがキュートだけって言われるとなんか嬉しいですよね。この上ない言葉ですよね。はい、でもなんかこれからもね、キュートだけにしかできないことを増やしていきたいですね。そうですね。はい、でまたあの先日リハーサルの時にもつんくさんいらっしゃったんですよね。はい、いらっしゃいました。その時どんな話されてたんですか。でもなんか今回はキュート頑張るぞとかも言ってくださったんですけど、はい、キュートってもともとなんかその歌詞をもらった時とかに、うん、こうみんなで話すことが多いんですよ、歌詞について。こうなんかこれの曲はどういう歌詞かなとか結構話すことが多くて、解釈とかをお互いで深めていくってこと、はい、みんなですることが多いんですけど、うん、それであのたまたまあの今ライブで未発表曲の歌を歌わせてもらってるんですけど、うん、はい、その時になんかつんくさんとキュートでその曲について喋ったんですよ。でもこういう可能性もあるよねとか、うんうん、でもこの男の子はこういう場合もあるよとか、うんうんうん、いろいろ喋った時に最後になんかそのこういう話をみんなですると絶対になんか成長するっていうか、うん、なんかいいグループになるみたいなことを最後にボソって言ってくれて、うんうん、なんかすごい嬉しかったです。貴重ですね。でもそれってそういう機会って、はい、いいですね。なんかお互いこう意見を出し合って私はこう思ってるとかって、はい、楽しいよね、うん、楽しいね。あ、楽しいっていうね、そういうこともあるんですね。はい、またあのなんかイントロからね、
こう攻めてるというか、はい、私最初にイントロ聞いた時にあすごいなと思って本当ですか、うん、でもなんか、ね、今回来てるなっていう、やっぱキュートってこう、うん、バラードこういう激しい曲、バラードこういう激しい曲っていうのがこう重なってるので、うん、やっぱこういう曲が流れると、うん、ファンの方はおーって思うみたいですね、はい、踊れるぞっていう感じでしょ、はい、本人たち的にはね、はい、さあそれでは曲の方皆さんにじっくり聞いていただきたいと思います。何を譲り合ってるんですか曲いきますよ、はい、キュートが4月3日にリリースしたニューシングル、改めて曲紹介をお願いします。はい、それでは聞いてください。キュートでクレイジー完全な大人。お送りしたのはキュートが4月3日にリリースしたニューシングル、クレイジー完全な大人でした。何回聞いてもかっこいいしありがとうございます。もうあの聞くたびにこのイントロ部分でもう私はドキドキしてるんですよね。 ありがとうございますありがとうございます。でまたこのクレイジー完全な大人のミュージックビデオの衣装もまたハードでセクシーですね、はい、そうですね。もうあ見たいっていう、見たいってね、ちょっともう、はい、でも今回、はい、なんかその一人一人でフリーを踊るとか、はい、そういうのもあったりとか、うん、こうなんかちょっとあの寝っ転がってみてとか、うんうんうん、こうなんか言われる、ね、自分でなんか考えてってことが多くて、うんうん、なんか焦りました。焦った？なんかセクシーを自分でフリーでやるのって難しくて、すごく。あーなるほどね、はい、じゃあ舞ちゃん的にセクシーにやるためにはみたいな、こう自分でここはちょっと抑えておきたいなみたいな。でもなんか私なんか、うん、あの色気出しすぎみたいなのがなんか好きじゃなくてあんまりなんかあーなるほど、アピールしすぎのセクシーがなんか好きじゃなくて、うん、こうナチュラルセクシーが好きなんですよ。あくまでこうにじみ出るような、はい、なんか本当にスッと入るような。そうなんですよ、うん、なんかあーなんか地味にセクシーだよねみたいな感じの、うん、が好きなので、うん、それになるように努力はしました。あーでもめちゃくちゃセクシーでしたよ。いやそんなことないっす。そして姉さん、千里姉さんはどうですか、はい、いやでも、うん、そうですね、私はこの曲をあのいただいた時にもうすぐに金髪にしようって思ったんですよなんかこの曲ってこう完全な大人って言ってるけど、うん、完全な大人になれなくて、うん、なんか悩んでる女の子って感じがすごいして、うん、でなんかそうやってなんかちょっと生きがってる感じが欲しいなって思って金髪にしました ね、うん、なるほどね。でもまた衣装とも合ってたんだ、うん、本当ですか、うん、いやでもなんかそうやって髪の毛の色とかでもいろいろ私はやっていきたいなと思ってます ね、そういうところも見どころですよね、はい、ちなみに私的にはサビの足ダンスのところも、はい、注目していただきたいと思います。さてパワープレイを挟んではラジオの前のあなたとキュートの岡井千里ちゃん、萩原舞ちゃんとの交流タイム。こんな時完全な大人に言われたい一言募集中です。メールはオンパチアットマークbfm.co.jp まで。さあこの後もオンパチはまだまだ超でドゥー BFM オンパチ、ベイ FM 幕張生放送のサナの上昇音パチ。今夜はキュートから音パチ班、岡井千里ちゃんと萩原舞ちゃんが来てくれています。イエーイ、ありがとうございます。さあではキュート、岡井千里ちゃんと萩原舞ちゃんにここからは完全な大人になっての一言をお願いしたいと思いますが、はい、まずリスナーの皆さんが考えた一言をご紹介する前に、2人が考える完全な大人な一言とはどんな一言なのかご紹介したいと思います、はい、まずは岡井千里ちゃんの完全な大人な一言はこちら。すべての考えが甘いね。あー確かに大人いいぞ、はい、完全な大人じゃないですか。何も言えなくなる。何も言えなくなりますね。でもこれ言われたらどう、ちょっとやっぱ悔しいとか、それとも、よし頑張ろうとか。いや多分あそういう風に言えるのがすごいなと思いますね。あ尊敬しちゃうんだ、はい、そうですよね、はい、私もこれ言われたらすいません出直しますっていう、ですよね、はい、では萩原舞ちゃんの完全な大人な一言はこちら。そうかな、私はこう思うな。なるほど、こう人とは違う意見でも自分の意見はちゃんとしっかり言えるっていう大人。そうですよね、自分の意見を押し付けず、うんうん、私はこう思うけどどう思うってこうちょっとなんか冷静に言える人はすごく大人だなと思いますね。ああなるほどね。でも今あの歌詞の解釈とかもチームでやってるんだよね、はい、っていう時はこういう意見もやっぱり飛び交ったりはする。
あでもあんまりなんか言い合う形ではなくて、うん、あそういうのもあるかって感じで話しますね。結構そういうのありますね。ちなみにそういう話し合いするときって仕切るのは誰になるの？仕切るっていうかなんか、うん、まずこう歌詞もらったときに、うん、みんなで読んで、うん、これってさみたいな感じでもう本当世間話のような感じから始まりますね。あ世間話からするんだ。はい、なんか、この歌詞超可愛くないとか超可愛いんじゃないとか、はい、そういう話から始まって、はい、もうみんなの妄想タイムスタートみたいな、はい、話ですね。なんとかだよねって言われたら、いやだってこの歌詞が前に入ってるからそれはないでしょうとか、そういう感じですね。はい、はい、でメンバー5人いて、じゃあその中で一番あこの子ちょっと大人な完全な大人な一言ズバッと言うなみたいなメンバーは誰ですか？でもなんか愛理とかたまに冷静に見てて、うん、あそういう冷静な考えもあるのか、うん、って思う時ありますね私は。愛理ちゃん意外だったな。あんまりでも口に発さないんですよそういう話してても。そんなイメージがあります。はい、何とかじゃないとかも言わず、うん、あでもさこうだからそういう感じじゃないのかなって言った時にああ確かにって感じになるのが愛理かもしれない。はい、なんか私のイメージ的にはこうポワワーンとしててなんか、はい、あそうかもってこうみんなの意見をなんか受け取ってくれそうなイメージがあるんだけど、はい、実は一番冷静に見えているかもしれないですね彼女ということなんですね。はいはい、さきちゃんとかは結構しっかり。ナッキーもいろいろ結構なんか妄想好きなので。妄想好きなの？妄想好きなので結構こういろんな妄想をしますね。あ歌詞からこういうのもあるんじゃないとか、あでもこっちの可能性もあるよねとかいう感じのタイプですね。それで2人はその時はどういうポジションになるんですか？私たちもめちゃくちゃにいろんなこと言ってるかもしれないですね。これってか超いいじゃんそれとか、はい、なんかちょっとガヤガヤした感じ。なんかさっき曲間中で話聞いてたら私たちはガヤ担当ですからみたいなこと言ってて、はい、それがすごいおかしくって。あなんかもう結構ガヤ担当ですね。あそうなんだ。はい、はい、ということでさあそれではお待たせいたしました。キュートファンが求めている大人の一言とはどんな言葉なのか交流タイムスタート。おこんな時完全な大人に言われたい一言。さあそれでは早速いきましょう。はい、ラジオネーム寺拓さんから、これはですね風邪をひいて辛い時に言ってほしい一言、こちらは舞ちゃんです。それでは完全な大人になってどうぞ。おかゆ作ったから食べさせてあげる。ふっふっあーんかわいいなあ。舞ちゃんもなんかこうお料理作って食べさせてあげるみたいなことを言うねんねなってきたし、ね、でも私はふんふんしてあーんなんてやりません。やりませんよね。絶対やりませんよ。やりませんよ寺田さん。自分で食べてください。結構気にしないですね。はい、続いてはラジオネーム S スターさんから、はい、これはですね呼び出したのになかなか喋り出さない男子への一言ということで、こちらは千里ちゃんにお願いします。それでは、はい、完全な大人になってどうぞ。で何どうし付き合ってくれとか言いたいんでしょ。いいよ私も前から好きだし。かわいい。なんかさファンで見てさなんかそれこそ妄想力すごい。そうだよだって完全な大人じゃないじゃんね。なんか同い年ぐらいのことしてみて可愛いじゃん。同い年ぐらいなんだけど、はい、絶対女子の方が年上じゃないですか。そうですね。おかえちゃんにそれは今 S スターさんはそれを求めていた。 S スターさんも全くこういうのばっかり届きますからね。ですねもう。続いてラジオネームアンドリューさんで、こちらはですね春ツアーでも美しく輝いていた舞ちゃんに言ってもらいたいということで、それでは完全な大人になってどうぞ。ねえ舞の好きなところ100個言ってみて。言えたらご褒美をあげる。かわいい。あてんげてんる。あてんげてんる。てか100個、うん、私言えないですもん人に100個好きなところ。まずいやいやまず100個人のいいとこ言えないですよ。言えないまず言えない、うん、ダメだよねこれはね。なんだしでも でも多分だけどこのアンドリューさんは言えんだよ。だってこれ言えるから送ってきたんです。確かに、うん、じゃあ、まあ、メールで言ってもらいましょう、うん、メールで100個送ってきてもらう、はいはい、すごいことになるよ確かに言えるか
さあ続いてはラジオネームブルースリー体型さんからです。道で外国人さんに声をかけられておどおどしている僕に一言ということで、それではおかいちゃん完全な大人になってどうぞ。ちょっとどいて、私に任せてよ。おう、ハロー、I love you。 愛があればなんとかなるでしょ。どういうこと？どういうこと？おう、おう、ハロー。おう、ハローってどういうことよ。がっつり肩から。うおーい、苦手やね、英語読めないわ。でも確かに千里ちゃんだったら愛とか気持ちで、だから私の言ってることわかるでしょみたいな。言いそう、言いそうじゃない。言いそう、言いそう。こういう時ってなんか困ってる人いたら千里ちゃんはもう申し訳ないみたいにやってあげちゃう。私はそういう時があった時は、あの iPhone のアプリであるじゃないですか、日本語入れると英語が出てくるやつ、あれを見せて道案内しましたね。すごいね。はい、あれです。ありとあらゆるものを使ってとにかく使えるっていうね。はい、とにかくかわいそうと思って何も分かんないのに。はい、そうだよね、結構人助けるの。なんか前にお話聞いた時に、はい、なんか助けてあげたみたいなお話も聞いたことがあるの で、ね、はい。さあ続いてはラジオネームヤンニムさんから、目が合った時萩原舞ちゃんに言われたい一言、それでは舞ちゃん完全な大人になってどうぞ。前はさっきからずっとあなたのこと見てたのに遅いぞ。なんかもう無理積んでるやないかい。まいちゃんはもう積んでるばっかり。うまい、うまいわね。うまくないっすね。目があってさっきからずっとあなたのこと見てたのに、ね、言いそう前が本当に言わないわ。でも千里ちゃんには言いましょうか。言いましょうかじゃない。二人って仲いいじゃないですか。はい、こういうの、こういうことやっぱお互い言うのかなと思って。あ、でも前はでも確かにちょっと遅刻した時とか怒り方がもう遅いよって感じかも。こういう感じかも。あ、こういう感じなんだ。はい、自然だもんね、すごくね。そんなことない。自然でキュートなんだもんね。いやいや、違う違う違う。いや、テレテレ。あの、おかえちゃんいきましょう。おかえちゃんいきましょうか。ラジオネーム世界は狭いさんから。世界狭いんだからもうちょっと考えてよ。なるほど。彼氏に二股かけられたと分かった時にその彼氏に向かって、それではおかいちゃん完全な大人になってどうぞ。あなたは子供すぎて私の良さは理解できなかったのね。いやいやいや、もうなんか大人だね。大人の今一番大人のメッセージが来たかもしれない。ね、にしかもちょっとこうドロドロした大人の世界にさ入ってってるじゃん。自分に自信ありすぎるでしょ。私の良さは理解できなかったのね。、はい、そうして千里はスッと身を引いたという感じ。ね、ね、離婚ですかね。離婚。ドロドロです。彼氏でしょ。彼氏。彼氏か。ドロドロです。分かれますね。もう、そうだね、ちょっとまだまだ行きたいけれども、はい、時間がいっぱいということで、残念ですね。はい、さあ皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございます。そして千里ちゃん、舞ちゃん本当にありがとうございました。ありがとうございました。さて、ベイ FM オンパチトラフィックアップデート CM を挟んで、キュート岡井千里ちゃん萩原舞ちゃんのオンパチデートタイムもラストパートです。ベイ FM オンパチ、スタジオにはキュートから、オンパチ班、岡井千里ちゃんと萩原舞ちゃんをお迎えしてお送りしてきましたが、とうとうラストパートとなりました。実は今日もう一つ、キュートとどうしても話したかったことがあります。それは、9月10日、キュートの日、キュートは初の日本武道館単独ライブを行います。イエーイ。やった。やったね。さあ、こちらリリース日のイベント会場でつんくさんの声で発表されましたが、初の日本武道館の単独公演、しかもキュート200回目の単独公演だ。イエーイ。これが発表された瞬間、みんなあ喜んだと思ったら、その次にはもう泣いちゃってましたけれども。しかもこの2人でした ね特に泣いてたのが。ではあの瞬間ってどんな気持ちでした？なんか、泣くなんて思ってなかったんですけど、ファンの方の顔とか見たりとかすると、すっごい涙出てきて、でしかもなんかその200回目とか、あとパシフィコ横浜が埋まりましたとか、全部こう積み重なってたのがもういっぱい来て、
なんかびっくりしちゃいました。込み上げちゃったんだね、はい、きっとね。2人してなんか泣いてる自分たちに笑いましたもん。なんかしかもなんかちょっと前ぐらい、ちょっと1週間2週間ぐらい前に、うん、武道館って言われてもなんか呆然として涙も出なそうみたいに、うん、なんか夢みたいに思って、ぼーっとするだろうねって話してたら、うん、2人で泣きやしないよねって話してたら、うん、もう大号泣でしたよ。一番2人が泣いてたから、ね、でも素敵な涙ですよね。ありがとうございます。ではこの勢いで2人が日本武道館のステージで言ってみたい一言をお願いします。まずはまいちゃん。チーム Q トの皆さん、おー、聞こえた、聞こえました。武道館のファンの声が聞こえたよ。私も聞こえました。今も聞こえました、ね、さあそれでは千里ちゃんお願いします、はい、ライブハウス武道館へようこそ。すごい、さすが、さすがご両親からしっかり受け継いだボーイファン魂だね。そうですよ、もうやっぱ武道館といえばボーイですね、うん、これ本番は当日本当に言えますか。もうぜひ心の底から言わせていただきたいと思います。期待してますよ、はい、本当に楽しみにしていますよ、はい。さあキュートの記念すべき200回目の単独公演、初の日本武道館ライブは9月10日、9月10日です、はい、皆さん、はい、一緒に盛り上がりましょう。さあ楽しい時間ももうあっという間ですね、はい、もう終わりに差し掛かっておりますが、残念ながらキュートの岡井千里ちゃんと萩原舞ちゃんとはお別れのお時間です。悲しい、悲しい、うるうるですね。いつも本当に早いですね。早すぎます、はい、でももちろんまた来てくれますか、はい、来ます。えー、それでは改めてキュートのインフォメーション。すごい、ね、急にテンション感じました、はいさあまずは4月3日にリリースされたキュートのニューシングル、クレイジー完全な大人、ぜひチェックしてください。お願いします、お願いします。初回生産限定版 ABC は DVD 付き、 DVD の内容が違います。そして初回生産限定版 D はこの ABC の CD には収録されていない千里ちゃん参加のナンバー地球からの30層が収録されています、はい、さらに初回生産限定版 E にはまいちゃん参加のナンバー私は天才が収録、はい、そして通常版もあります、はい、全てジャケットが違いますので要チェックです。要チェック、はい。それからキュートはただいまコンサートツアー、キュートコンサートツアー2013春トレジャーボックスを開催中、はいはい、関東近郊では4月28日日曜日中野サンプラザ、はい、5月12日横須賀芸術劇場大ホール、5月25日五反田ユーポートホール、6月29日パシフィコ横浜国立大ホールとなっております。詳しくはハロープロジェクトのオフィシャルサイトでどうぞ、はい、さあもう本当にタイムアップです、はい、それではキュートが4月3日にリリースしたニューシングル、クレイジー完全な大人のカップリングナンバーを聞きながらお別れです。ツアーが楽しみになるようなナンバーですよね、はい、はいはい、それでは曲紹介をお願いします。それでは聴いてください、キュートでザ・トレジャーボックス。レイ FM 音パチ、この時間のみんなの音パチデートのお相手はキュートの岡井千里ちゃん、萩原舞ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。